コード版を使用したドレスシューズコード版は濃厚用場の伝部から取れる比較。主に革靴や鞄、財布などに使用され、昨今では小物用素材としても普及している。伝部以外の比較的柔らかい部分は靴の内革に多く使用される。通説ではイスラムキスペインのコレドバ地方特産の高級なメシヤマヒツジ革に似ていることから、同じくコード版または コレドバーと呼ばれるようになったと言われている。しかし、その起源は未だ謎のままであり、文献も見つかっていない。また、アルゼンチンにもコレドバ地方は存在しており、馬鹿のコード番がスペインから来ているのか、アルゼンチンから来ているのかは不明。一頭から取れるコード番の量はごくわずかであり、またポニー等の通常知られる馬からは製品に、 適さないほどの量しか取れず、ヨーロッパ地方で食肉用としてごく少数生産されている農耕場とラバの尻の部分とサラブレッドとシマウマから取ることができるが、主に食用農耕場の副産物として生産される。農耕場自体は年々生産量が低下しており、入手困難な素材になると言われ続け価格も上昇を続けている。その希少性と質の高さにより、 動物比較の中では特に高級品である。シマウマとサラブレッドのコードン層は尻だけでなく、肩あたりまで広範囲に存在するが、産業化されていない。コードンを使用した製品として有名なランドセルも、現在ではそのほとんどがコードンに似せた牛革が合成比較である。従来の革が床と呼ばれるベースの上に銀面と呼ばれる表革が貼り付いている二層。 構造なのに対し、コード板は床であるコード板層のみを使用する単層構造である。整然と並んだ木目の細かな繊維が剥き出しとなった状態であるため、非常に滑らかでしっとりとした質感が特徴である。また、毛穴がなく表面がつるっとしていてデコボコがない。二層構造でできている一般的な革は手入れを怠れば長期間使用するに従ってだんだんと、 表皮である銀面が歪んでくる。そのため床と銀面の間に隙間が生じ浮きと呼ばれる現象が起きることもある。コード板は単層構造のため浮きの現象が起きない。その一方繊維が縦に並んでおり銀面を削り取っているために引っ張り強度は牛皮の半分以下と低く、舐めしにもよるが部位が悪ければ負荷の方向によっては簡単に避ける。近年では コード板の強度のなさを補うために銀面は完全に残し二層構造のまま裏側のみをコード板として製品化する。その場合は牛皮の1.5倍ほどの強度の皮となるが、その代わりに厚みが厚くなる。水に大変弱く、ほんのわずかの水滴がついただけでもグレージング加工により寝かしつけて光沢を出している繊維が立ち上がり、 光沢がなくなり盛り上がった状態になる。屈曲部も同様に寝かしつけている繊維が起き上がり、光沢がなくなりやすい。ただしオイルに浸した鹿のすねの骨や水牛の角などで繊維を寝かしつければ光沢は復活する。さらに普通の皮は傷をなくすことは不可能だが、コード板の場合浅い傷ならば完全に見えなくすることが可能で、常に 新品のような円を保つことができる。従来の比較との質、希少性の違い、またその独特な採取方法から様々な通称が存在する。ありがとうございます。